ございます。おはようございます。なんと今日は最後かもしれません。まだ正式にね、学校から言われたわけじゃないんだけど、多分ね、もう来週からもう学校休みになるそうです。いやじゃない。で、なのでしほちゃんは今4年1組よな。今日最後です。りゅうちゃんは2年3組今日最後です。もう来週から休みに入って、春休みまでずっと休みだから、今度学校行けるときはもう新しい、クラスが、毎年クラス替えしてるのでクラス替えです。ねえ、どうすんだろう。今日学校行って多分お話あると思うんだ、先生たちから。先生に聞こう。どうするか。さすがに聞こう。さすがに今日一日で全てをさ、片付けて持って帰ってって無理だと思うんだけど。無理だね。ママが持っていい。ママがね、呼び出されるかもしれない。保護者の人が持って帰ってくださいとかもあり得るかもしれないね。本当に今日どうなるか、これからね、学校から連絡とか来ると思うんだけど、とりあえずね、今のクラスで普通にこう生活ね、できるのは多分今日で最後になると思います。なのでね、みんなと仲良くね、過ごしてきてください。はい、はい、ね、今日でだって今のメンバーでさ、食べる給食も最後だよ。もう3月は給食も席替えとか楽しみにしてたのに、席替えもなくなって、もういきなりクラス替えだよ。でもしょうがないね。仕方がない。これはもう全国のね、みんなが思ってることだから。でもね、まあしょうがないね。もうしょうがないに尽きる。もうね、仕方がないです、この決定は。はい、はい、学校好きだな私。だから余計これ。え、余計これ、何これって。これこれ、だから余計悲しいって。何が悲しいの。学校だから楽しいじゃん。あ、好きだから。そっかそっか。リミは、どう、学校今日で今のくらい最後ですけど、悲しい。リミはあんま悲しそうじゃない。悲しいなって先生、怖い先生やな。あ、そっちの心配ね。3年生になって先生が変わるのが心配ね。もうね、すでにね、そっちの心配が先に来ちゃうわけ。早いよリミは。とりあえず今日はさ、ね、2年3組のさ人たちとさ、ちゃんと過ごすんだよ。先のことは考えて、とりあえず先3年生になって先生誰になるのかなとかいう心配今はしないんだよ。優しい先生がいいの。男女と誰とも。そうだね。はい、怖い先生だけは。まあ、じゃあ学校からね、どんな感じで通知が来るのかわからないんだけど、じゃあ早く行ってきましょう。はい、じゃあ行ってらっしゃい。まだこのぐらいで遅刻にはなって。